便り思いつきませんすいません、お便り思いつきません、アドバイスください。ブリュー、質問いいですか。ブリュー、嘘、いいよ。何食べてるの。スケルチーズ、スモーク味。体調大丈夫ですか。昨日公園見に行ってちょっと心配していて。嘘、やばかった、なんか見た感じ。うちわのフォント変えても気づきますか。え、全然全然、お好きに遊んでください。うちわで今日誕生日なので一言もらえたら嬉しいです。お誕生日おめでとうございます。楽しい一年にしてください。ゆずちゃんと最近会ってる。ゆずちゃんとは4日に会いました。今日友達がアイピとチヨン劇場の近くで見たって言ってたよ。マジ恥ずかしい。アカウント作り直した。作り直してない。晩ご飯食べたよ。嬉しい、蜃気楼のコメントめっちゃ多い、嬉しい。劇場近くでアイピにひっついてるジオンいたって聞いてそう、ジオンとはいつも二人で歩いたりするときはひっついてる。なんかさ、ジオンとシンメのことがすごい多くて、フィルビーの時からなんかフィルビーの時はさ、フィルビーの時はさ、あれじゃん、なんか一番下の序列でさ、6と7で新芽やって、それが今回はフロントで新芽になれて、ナンバトルでは夢逃げで1と2で新芽できたのがめちゃくちゃ嬉しかった。超美味しいな、これ無限に食べれんねんけど。誰かママ、ママショールームしてる、ショールームしてる。
ショールームしてる。めっちゃ面白い。喋ってくれな、分からんで、伝わらんって。そうやな。あ、面白い。ピモント言ってるよ、ピモント言ってるよ。チータラじゃないもん、避けるチーズだもん。え、なんやばい、避けるチーズめっちゃ美味しいんだけど。なん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 、はい、避けるチーズめっちゃ美味しいんだけど、ワインとかにも合うのよ。そうなんや、未成年やからさ。かお酒、お酒飲んだことない、当たり前やけど。初見です、こんにちは。やばい、あと10日でさ、嘘、全然嘘ついた。あと20日でさ、成人なんだけど。みんな強そうって言うやん。けどなんかアイカあれ、アイカの、なんていうの、リアルな知り合いの人にはみんなに弱そうって言われる。20歳になったら一杯目何飲む？やっぱあれかな。ちょっとなんか言ったらまとめられそうやからやめとこう。全然冗談やけど、冗談でもまとめられそうやからやめとこう。コメントにある、そう、ストロー刺すやつ。さすがに嘘だけどな、絶対倒れるわ。
昨日公園で見て惚れてしまいました。マジ嬉しい。ありがとう。ごめん、配信で避けるチーズ食いやすいけど、ごめん。味覚は全然ある。ありました。相変わらず。なんかめっちゃさ、すいません。めっちゃ前にさ、めっちゃ前、高校生の時にさ、学校帰りにコンビニでさ、友達と一緒に帰ってて、じゃがりこを作ろうってなって、じゃがりこと裂けるチーズを買って、でレジでさ、店員さんにさ、あ、すいません、スプーンもくださいって言ったらさ、店員さんにスプーンって言われた。めっちゃ覚えてる。ついてる。ルーカさん話しますよ。リップロマンの、セザンヌです。なんか蜃気楼をさすいません、蜃気楼をさ、昼夜でさ、昨日昼夜で変えてみたんよ、表現を。待って、初見の人が昨日の公演大輝の魅力に気づいて、そっから気になってる人が言ってくれたら、やだ、嬉しいんだけど。すいません、こんなキャラじゃないんです、本当すいません、ありがとうございます。そうね、昼はなんか普通にその誰かに恋しててみたいな、ここ誰か、ここにいる空間にいる誰かに、でもさよならしなんかみたいな。だけど夜はなんかシオンに片思いしててみたいなにさ、だからめっちゃシオン見た、チラッと何回かシオンチラ見してたので、なんかちょっとよかったら見返してみてください。そこも意識して、タワー、うわうわ、ホウさんやばい、ありがとうございます、ホウさん、タワー、うわ、ホウさんタワーありがとう。ちょ、今書くやつがなくてさ、タワーありがとうございます、ホウさんありがとう、本当に
熊のタワー虹色や。しかもチームNの公演見たことありますか？そう、今日見てきました。ちょうどしのちゃん、なんかめっちゃ可愛いやって、スタンプありがとう。固まった、動いた。あ、まひるもくまありがとう。明日入学式だよ、マジ頑張って。めっちゃ入学式とか苦手や。入学式とかっていうか新しい環境がもう苦手すぎて無理。また儀初日は絶対行きたいって決めてるから絶対行きます。うお、ありがとう。どっちが最初かな、もう決まってるんですよ、出るチームは。どっちだと思いますか？実は決まってるんです。知らん人だらけの環境って怖いよね。それな、知ってる人だらけでもさ怖ない？知ってる人だけでも怖ない、世間って。ちょっとよく分からんけど、お願い。開けるで、チーズを開ける。人見知りしない、すごいな。チーズを裂く、細かく裂く。ピモトちゃん高校入学おめでとうやって。ありがとうございます。ありがとうございますって。もうなんか N も M、 あ、もっと裂く。N も M もいい感じですね。半分。え、もっと咲く、もっと咲く。転勤で大阪来て。へえ。ねえ、咲き方おかしいじゃん。ねえ、タコやん。じゃあバカなの。それもいる。あ、さ、そ、
どんなん見せてって言われて、ごめん、もう次いた。妹様の可愛さを表現するとどんな感じですか？もうそんな表現なんかできるレベルの可愛さじゃないよ。とんでもなく可愛いからな。あ、反響しちゃったな、声が。何時頃までショールームやる？ごめん、なんかさ、なんか時間を決めて行動するのがすごい苦手でさ。バイバイ。ピモントちゃん、また顔出しせんかな、やって。また一緒にショールームしようね。ねね声どうした？声ちょっとさ、本調子じゃないからさ、まだ。また一緒にしようね、うん、ね、うん、昨日の公演めっちゃ楽しかったって。ありがとう、嬉しいな。すごい久しぶりの公演やったからね。うん、蜃気楼の下パート覚えるのめっちゃ大変やった。なんか音源大きいって覚えるんやけどさ、音源聞きにくくて、めっちゃ下パートが。B2 入りたいって、入りに来て、入りに来て。あ、すごい匂いが。リアルお話し会開催されれば関東しか行けんけど。マジでも全然待ってます。関東しか行けんけどって書いてるけど、でも公演は来てくれとるよな。今 B2 公演が一番倍率高そう。そんなことある？いや、耳うずってたの？恥ずかしい。ピアスの頭開いてないから何も可愛いもんないわよ。ピアスとかマジ怖すぎて一生開けれんねんけど。ピアスをさ、怖すぎて開けられへんくて、痛いのめっちゃ嫌いねんやん。痛いのマジで嫌いからさ、ピアスとか絶対無理ないけど、なんか奈穂ちゃんがまだ現役の時に、あのピアスとか怖くて開けられないですって言ったら、え、痛覚なさそうって言われて、やのにみたいな言われて、いやいやいやと思って。注射も無理やのにあいか。カニさんのキャプテン会議はいつ頃したの？え、めっちゃ最近ですよ。でもほんまに、だから
あ、こんな早く YouTube 開けてくださるんやと思って。なんかピアスっぽいイヤリングとかはする。樹皮イヤリングみたいな、あれ好きなんやな。できた。あ、樹脂って読むんや。じゃがりご。うまっ。チーズがさ、固まっとんだけど。じゃがりこにお湯入れて崩しただけみたいになってそう、コッププリキュアやねん。かわいい二人はプリキュア。スプラッシュスター。ジャガーリを食べたほんまに高校生ぶりとか、そんな。この前買ってた小説読んだ？まだ途中まで。ユリイカの下くぐるやつ、怪我しないのしないように気をつけてる。こんばんは。こんばんは。スラニア温泉楽しかった。超楽しかった。高校の友達と行って空庭温泉で爆睡したん。そう、爆睡した。岩盤浴のさ、休憩所みたいなとこでさ、バリ寝てた。
結構な時間寝てたのに、その友達ずっと横で持ってくれた。謎に妹が安全ピン持ってきてんけど、形歪んだからあげる。いらねえ、形歪んだからとか言って、なんか、そうバリ優しない、めっちゃ持っててくれてんけど。めっちゃ覚えてんだよか、その一緒に行った、めっちゃ覚えてるって何言わへんねんって話だけど、一緒に行った子、高1の時バリガチ恋してた女の子、今やから言えるやつ、その子も知ってる。もう今は友達やけど、普通にこれでピアス開けるのやべえだろ。そう、髪の毛短い子もう今でもロングほどではないか、このぐらい、この肩ぐらい、この辺ぐらいまで。前まではショートやった子、めちゃくちゃ好きやった。なんか高1の時になんか最初キャンプみたいな行ったよ、みんなで。でその時になんか今卒業してからその子と愛香ともう一人で仲いい3人のグループがあって、 LINE グループもあるんだけど、その3人でよく遊んだりとかもしとんやけど、その高1の時はその子とその子がバスが隣だったからめっちゃ嫉妬してたの覚えてる。っていうのをこの間その LINE グループで言って、3人でも夜中爆笑してた。見て直した。あ、ちょっと歪んでる。でも直った。私高校の友達にめちゃくちゃ会いたい。女子校です。高校の友達はマジで一緒、マジでそうやと思う。中学まではさマジで友達おらんくて、片手で数えれるぐらいしかおらんのに、中学までの友達が。高校の友達ってめっちゃいいなって思う。中高一貫やったんや。やべ。
え、超眠い。アンジュと同じクラスやったのは2年生。高2が同じクラスやった女子校にした理由とかあるの？女子校にした理由というか、なんかシンプルに なんていうんだろう、その学校が学科が舞台芸術の学科で、でそういう学科に行きたかったから、自分はで、なんかいっぱいいろいろ見学したけど、第一希望やって、そこの学校が、でいろんなとこ行ったけど、そこが結局一番いいなって思ってそこにした。めっちゃお腹鳴る。ごめんな、めっちゃ消化してるんやと思うわ、お腹が。うわ、理系やったんや、すごっ。理数がほんまに無理、無理すぎた。完全に治ってない？いや、いやというか、あの咳が残った、咳と倦怠感みたいなやつが残った。もう10時半か。もうそんな時間じゃん。明日から学校か。頑張れ。赤
ちゃんお休みする時間だね。そう、あいか赤ちゃんだからもう寝ないといけないの。もう寝なきゃもう寝なきゃ。完食？じゃがりこ？まだやっつけてない。まいちゃん？電話したら出るかな。何してんのやろ今。まだ帰ってたりするのかな。いや、めんどくさい。結構してるかも。ノメク全然しっかり化粧してるよ。終わろっかな、そろそろ。それなりの時間になった気がする。ランキング王者読みますね。もう10時半なので若い子は寝る時間です13位ふーちゃん、ありがとうございます。12位ゆきまこさん、ありがとうございます。11位フロインベインさん、ありがとうございます。10位もえちゃん、ありがとうございます。9位野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。8位リックさん、ありがとうございます。7位ひろきさん、ありがとうございます。6位タルタルタさん、ありがとうございます。5位エリピちゃん、ありがとうございます。4位しのちゃん、ありがとうございます。3位がまひるん、ありがとうございます。2位がカルスワンさん、ありがとうございます。そして1位がほうさん、ありがとうございます。ほうさんはタワーもありがとうございました。見てパキッて言った腕が。なんかさ、蜃気楼でさ、なんか何に何か喋るの嫌になった。終わりますありがとうございました。おやすみなさい皆さん。ゆっくり寝てください。おやすみ。
ありがとうございました。あれ、あ、違う、こっちだ。もう勝利難しい。え、ちょっと、あ、全然バグってるね今。おやすみなさい。